皆さんはガーデンオブバンバンシリーズに初登場した下界キャラであるシリンジョンのことはもうご存知でしょうか。彼は前々作であるバンバン4の秘密の部屋にてその存在が明らかになりましたが、実際に登場したのは続編バンバン6を通り越したバンバン7。これは今やバンバンシリーズでおなじみとなった登場スタイルですね。つまりイラストとして登場し、実際に姿を現すのは2作品先。この流れでいくとバンバン7の隠し部屋で見たブラシスタもバンバン8ではなくバンバン9での登場になりそうですね。さて話を戻して、そんなシリンジョン、彼は今作バンバン7の作中で新たに多くの情報を提供してくれたような気がします。そこで今回はそんな今作初登場を果たした謎多き外科医であるシリンジョンというキャラクターについて、作中の彼の発言やメモなどの情報を吟味した上で少し掘り下げて考えてみたいと思いますので、本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。このチャンネルでは主に世界観の強いホラーゲームの解説、考察、ストーリーの紹介などを扱っております。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価にて応援よろしくお願いいたします。本日のラインナップはこちらとなります。それでは本日も行ってみましょう。シリンジョンは味方だったのか。さてではまず最初に考えたいのが、そもそもシリンジョンは本当に味方だったのかという点。シリンジョンはバンバン7スタート時に初めてその姿をプレイヤーたちの前に現し、そこでは自身が作り出した市民たちを従え、人間である主人公に危害を加える姿勢でした。シリンジョンは過去に人間との間で起こった何らかの理由により人間という存在に対して嫌悪感を抱いていた模様。それは街中の市民たちの態度からも明らかでした。しかしシリンジョンが不覚にもノーティーワンズに襲われそうになったのを助けてからというもの、急に手のひらを返したように優しくなり満足な会話もしてくれるようになりました。これはこれで不気味でしたよね。これはつまりシリンジョンが主人公のことを他の人間とは違うと思ったからなのか、それとも彼が単に義理がたかったからなのか、確定の理由は分かりませんが、どちらにせよこれ以降は誰もがシリンジョンが味方になったと考えたことでしょう。ただ彼の発言には少し気になる点もありました。それは上で起こったことはほとんど我々の共通の友人から聞いていると話していた点。この共通の友人というのが誰のことを指しているのか、その具体的な名前は出ませんでしたが、これはおそらくバンバンだからこそ、バンバンはバンバン6のラストで外科医を探せと仮想にいる友人の外科医には全て話してあるからねと、そう伝えたかったのでしょう。しかしその割にはシリンジョンはすぐに手を貸そうとはしてくれませんでしたが、作中でのシリンジョンは確かに一見主人公に協力的な姿勢を見せてくれている場面がたくさんありました。ただ忘れてはいけないのが、彼はジバニウム市民やインファンツなどを作った張本人だということ。その上でシリンジョンは自身が市長を務める町シティンジョンにて非常に厳しい規則を設け、自身の作品たちを意のままに動かしていたんですね。そして当然彼の作品たちはシリンジョンのことを父としたい、一貫して従順な姿勢を示していました。物語終盤近くでは自身のラボにいたはずのシリンジョンが急に現れ、主人公がツールズマートに入れるよう手を貸してくれました。これも一見好意的に見えますが、よくよく考えると少し違和感が。自身の賞金稼ぎチームを派遣したが帰ってこなかった。ツールズマートの中では主人公をお父さん、つまりシリンジョンと勘違いしている賞金稼ぎチームとおぼしきメンバーの一人が現れ、お父さん、あなたは駆られる側なんだとそう話していました。しかしなぜこの市民はそのようなことをシリンジョンにわざわざ話そうとしたのか。彼はおそらくシアターにいた愛好家が話していた緑色のゴリラに追跡装置を取り付けることに成功した友人でありシリンジョンの捨て駒。彼は父と慕うシリンジョンに命令されてツールズマートに向かったものの、その詳細については特に聞かされておらず、結果としてジャンボジョッシュにやられてしまったのかもしれません。だからこそ彼はとてつもないジョッシュの強さを目の当たりにしたことを大切な存在であるシリンジョンに伝え、逃げるよう忠告したんですね。
そして問題はその後に登場したジバニウムベビー。この個体は多くのプレイヤーを恐怖の渦へと陥れた無差別級のジャンボベビーですが、おそらくあの個体に関してもシリンジョンが作った作品だったはず。つまりシリンジョンは施設中に超凶暴なベビーがいることを知りながらにして主人公をツールズマートへと派遣したことになります。そう、シリンジョンがそのことを知らないはずはないんです。だからこそ主人公が生きて帰った際に、そうか、まだ無事だったんだねと話した。ツールズマート前で発せられた首輪のビープ音からもツールズマートにジャンボジョッシュの痕跡が存在することは明白でしたが、シリンジョンは賞金稼ぎチーム同様主人公がどうなろうと知ったことではなかった。この点からもシリンジョンの作品と人間に対する対応の荒さを感じることができるのではないかと思いましたね。ちなみにこの賞金稼ぎチームについてですが、賞金稼ぎというワードについてはこれまでにもちょく登場していました。例えばバンバンセブンのバーの裏口から出た先で待っていたトードスター、女王専属の護衛から路地裏暮らしの賞金稼ぎへ、なんという屈辱的な格下げだ。トードスターのこの発言からも現在の彼が賞金稼ぎを生業にしていることが伺えます。そして今回彼と出会うきっかけになったのもバーを任されていたジバニウム市民による斡旋で、しかもボスと呼ばれていた。つまり何が言いたいか、それは今のトードスターはシリンジョンに雇われた賞金稼ぎチームのボスなのではないか。今作でのトードスターとシリンジョンの直接的な絡みはありませんでしたが、シリンジョンが賞金稼ぎをツールズマートに派遣していたのと同様に、トードスターもシリンジョンの指示でジャンボジョッシュ探しを行っており、そしてその結果として主人公にモーテルにグリーンゴリラの有力な情報を持つ者がいると助言できたのかもしれません。ダダドゥー教との因縁。では次にバンバンセブンのこちらのシーンにてシリンジョンがさらっと話していたいくつかの発言についても考えてみたいと思います。その内容はダダドゥー教の過去とセプターの秘密。まずはダダドゥー教の過去について。お前にも前世紀のダダドゥーを見せてやりたかったよ。あの男には野心とひたむきさがあった。お前たち人間が彼にしたこと、彼は自分を作った者たちを根絶やしにするためにその全ての手段を講じることを余儀なくされた。誤解のないように言っておくが、彼が狙っているのはお前じゃない。私を含め奴を裏切った者たちなんだよ。我々が捕まった時もあんなふぬけじゃなかったら、そして彼に向かって言ってたなら我々は勝てたかもしれない。シリンジョンのこの発言からも分かる通り、かつてのダダドゥー教はいい意味で非常に情熱的な男だったようです。しかしある時彼は人間からの裏切りに遭い変わってしまった。それ以降ダダドゥー教は人間を憎み根絶やしにしようと手段を選ばずに行動しようとするも、今度はシリンジョンをはじめとする仲間によって女王の腹の中に封印されてしまった。これにより彼の憎悪の矛先は次第にシリンジョンたちモンスターにも向けられていく。そう、今回の一連のダダドゥ教による暴動は自身が被った不義理に対する復讐だったという事実が判明したんですね。しかしシリンジョンはなぜダダドゥ教が人間を攻撃しようとしたタイミングで動いたのでしょうか。これに関しても考察の域を超えることはありませんが、シリンジョンはもともと人間たちと共に再生チームのメンバーとして動いていました。つまりモンスターでありながら人間の組織と共存していたんですね。バンバンセブン冒頭のナブナブを題材にした従業員向けのサバイバルガイドでも語られていましたが、再生チームの仕事内容には違反行為に対する処罰が含まれていました。だからシリンジョンはそのタイミングでダダドゥー教を封印せざるを得なかったのかもしれません。ただその場合ダダドゥー教が恨むのはシリンジョンたちというよりはシリンジョンただ一人となりますね。そしてそんな二人は今回のバンバンセブンで超久しぶりの再会を遂げることとなったんですね。また会ったな、旧友よ。余談ですがシリンジョンはこのシーンでこんな話もしてくれました。それはセプターの秘密。
結論から言うと、セプターというアイテムはそもそもシリンジョンが作り出したアイテムだったようです。セプターは最初意味のない小道具として女王に与えられた。女王が自分の役割をよりよくこなすためにね。例えば周囲のものの脳成分をコントロールするなどの特別な機能は全て才能ある外科医と技術者の仕事だ。セプターのハート型の先端がジバニウムベースの体に触れると、セプターが器として機能し、セプター保持者の遺伝コードを受信者の脳成分に転送し、そして刻印する。これによりその者たちのボディはそのボディをコントロールする者からのみ命令を受け取ることができる。我々全員が転送可能な遺伝子コードを持っているわけではないが、ダダドゥ教と女王は持っている。おっと、これは極秘情報だった。これ以上は話せない。つまり最初はただのおもちゃだったセプターは、シリンジョンによって価値あるものへと改造され、セプターにより遺伝コードを刻印できる存在が他でもないダダドゥ教とバウンセリア女王だったんですね。女王は王国の崩壊時に絶命し、今回の一件でダダドゥ教も天に召されました。これによりセプターの遺伝コードを持つ者は誰一人として存在しなくなり、セプターをめぐる戦はこれをもって本当の幕引きとなったわけです。自慢のメモ。さてこちらはおまけですが、バンバン7の物語冒頭に登場していたシリンジョンの手術部屋の一室で発見できたこちらのメモについても考察しておきますね。さて問題のメモはこちら。皆さんはプレイ時に無事見つけられましたでしょうか。シリンジョンのボディと同色のカラーで書かれた文字、つまりこれはシリンジョンが書いたメモのようですね。タイトルは自慢のメモ。この日が来ることは分かっていた。自分の状況を考えれば今できることは他にいくらでもあるはずなのに、不思議な力が私に自分の考えを書き留めさせようとしている。苦境に立たされているにもかかわらず私は失望していない。それどころかむしろ喜びすら感じている。ついに私の技術の進化を世界に示す時が来たのだ。私は単なる動物製造マシンではないのだ。今こそ私の卓越した能力を使って不測の事態に備える時なのだ。残念なことに私の唯一の観客は我が子供たちだけだが、彼らが私の計画の複雑さを正しく理解してくれるとは思えない。この哀れな魂たちを救いに導くのはもはや私次第なのだ。私は狂ってしまったのだろうか。正直このメモだけでは少し情報が足りていないので、ここは一つ想像力を働かせてみることにします。この日が来ることは分かっていた。苦境に立たされているにもかかわらず、まずこの2つの文から読み解けることとしては、シリンジョンにとって何か良くないことが起こり始めたタイミングで書かれた文章だということ。例えば自身が封印したダダドゥ教が解放されてしまったこととか、窮地に立たされた今シリンジョンはこれまで培った能力を総動員させて不測の事態を打開しようと不自然なほどのポジティブシンキングを発揮しています。また動物製造マシンという言葉からわかるのは、シリンジョンがこれまでにその他大勢の動物ゲノムが関わる実験に参加していた可能性。そして最後は不思議な力、私は狂ってしまったのだろうか。この言い回し、何か違和感を感じてしまうんですよね。もちろん確定だとは言えない情報である上に、あくまで個人的な直感でしかないんですが、どうも引っかかるんですよね。そう、まるで彼が誰かに操られているかのような。不思議な力と聞いてまず思いつくのはやはりセプターですが、こちらの表からもわかる通り、シリンジョンは免疫を持っているので洗脳はされないはず。しかも先ほども話したように、最初はおもちゃでしかなかったセプターを改造したのは他でもないシリンジョンなんですよね。不思議な力が私に自分の考えを書き留めさせようとしている。これは今後登場する何かの伏線なのか何なのか、今後の展開で明らかになることを楽しみにしていきたいと思いますね。さていかがだったでしょうか。本日はバンバン7の中で新たに明らかになったシリンジョン関連の情報について解説考察させていただきました。よかったら皆さんの感想や考察もぜひコメント欄で聞かせていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。